この動画はアナログデバイセズの提供でお送りします。アナログデバイセズからまた小包みが届きました。1年前にですね、オーディオアンプの試作品がアナログデバイセズから送られてきたんですけど、今日は何が送られてきたんでしょうか。早速確認してみます。おお、なんだ、ADALM2000、 こんなのが入っていました。これが今回アナログデバイセズから送られてきたものです。中を見てみると ADALM2000 と書いてあります。調べたところ、どうやら小型のオシロスコープとか電圧計とかスペクトラムアナライザー、あとはネットワークアナライザー機能が一体になった小型の計測器ですね。で、今日はこれを使ってみます。こちらの計測器は通称 M2K と呼びます。こういったベンチトップ型のオシロスコープとは違って、パソコンにつなげて使うタイプのオシロスコープですね。付属の USB ケーブルが付いているんですけども、まあ、それをつなげて使うと。で、普段はこういった商品のダイレクトな PR っていうのはほとんどやらないんですけども、まあ、今回受けたのには理由があります。というのも、電子工作界隈のですね、裾野を広げたいなっていうふうに最近思ってます。で、例えばこういったオシロスコープであったりスペクトラムアナライザー、直流電源なんかを揃えようとすると、なんだかんだ言って10万円くらいはかかってしまいます。そういうのをですね、揃えてしまうとやっぱどうしてもお金がかかりすぎるんですね。なので、電子工作を始めようとすると金銭的なハードルが結構高いんですね。今日紹介するアナログデバイスから出ているこの学習モジュールなんですけども、基本的に200ドル程度で購入できるものです。こういった低価格でオシロスコープ、スペアナ、ファンクションジェネレーター、直流電源、直流の電圧計、あとはロジックアナライザー、電子工作をするにはかなり十分と言っていいほどの機能がですね、まあ、入っているものが低価格で利用できる、こういったものを紹介して、その裾野を広げようという企みが今あります。そんなことをですね、考えている時に、ちょうどアナログデバイスからこういったものが出ているので、ぜひ紹介ということで、今回はこの商品を紹介するわけです。低価格なので、例えばまだオシロスコープを持っていない学生さんであったり、あとは教育機関関係の、まあ、学生実験とかでも十分使えるようなものだと思いますので、ぜひ紹介します。まずは基本的なスペックについて紹介です。オシロスコープについては、縦軸は12ビットの分解能、サンプリングは100メガサンプリングパーセカンド、25メガヘルツの信号の波形まで見れます。入力は2チャンネルあって、それぞれプラスマイナス 25V の作動入力です。周波数を解析するスペクトラムアナライザーの機能やロジックアナライザーの機能もついています。まあ、ロジックアナライザーにはこういったかなり本数の多いフラットケーブルを使います。それ以外には30メガヘルツのファンクションジェネレーターもついています。個人的に一番気になっているのはネットワークアナライザ機能です。これについては動画の後で説明します。では実際に試してみます。このファンクションジェネレーター機能を使って波形を出力します。で、その出力した波形をこのオシロスコープの機能を使って同時にですね、観測します。ファンクションジェネレーターのチャンネル1と2を、まあ、どっか適当につなぎます。そしてその次がこのグラウンド部分ですね。で、オシロスコープは作動入力なので、まあ、2つあります。オシロスコープのチャンネル1のプラスマイナスをそれぞれファンクションジェネレーターのプラスと、あとはグラウンドの方につなぎます。オシロスコープのチャンネル2についても同じ風にします。で、これが実際に使用している画面です。スコーピーっていう専用のソフトウェアがあるんですけど、それをインストールして使います。インストールの仕方とかについてはこの動画では説明しないで、全部概要欄の方で説明しています。興味のある人はぜひ見てください。まあ、実際の使い方ですが、パソコンに接続してスコーピーを開くと、左の方にどんな機能を使うか選べるのがあります。上から順番にオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ネットワークアナライザー、シグナルジェネレーター、あとはロジックアナライザーとか、他にも機能はありますが、メインはそんなところです。では実際にシグナルジェネレーターで信号を出力してみましょう。選んでみると、このオレンジ色の波形が見えてるかと思います。これがチャンネル1から出ている波形ですね。ピークツーピーク 5V の 1kHz の制限波が出ています。じゃあチャンネル2も何か信号を出してみますか。画面の下の方からチャンネル2があるんですけども、そこをクリックするとこういう風にですね、右の方に選べるやつが出てきます。この UI がですね、若干使いにくいですね。そこら辺はちょっと改善してほしいかと思います。どこら辺が使いにくいかっていうとですね、チャンネル1、2を選ぶんですけども、チャンネル1と2をですね、両方選択できないんですね。チャンネル2を開いている時にチャンネル1を開こうとすると、こういう風になんか切り替わる
ていうのがですね、まあ、ちょっと使いにくいかなっていうのが感じます。まあ、どうせならチャンネル1と2をですね両方調整できるサイドバーをですね同時に表示できるようにしてほしいなっていうのは、まあ、要望としてあります。ただ実際に使う場合ですね、おそらくですけどもこういったノートパソコンとかで使うことを想定してると思います。ですからあまり画面のサイズを圧迫しないような UI に設定しているのかもしれません。いろいろ波形の種類を選べるんですけども、制限波ではなくて例えば三角波とかにしてみますか。今この紫色の波形がちょっと見にくいんですけど、この波形の太さもですね変えられます。ではこのシグナルジェネレーターから出ている波形をオシロスコープで実際に見てみます。オシロスコープは画面の一番左上のところで、今波形は何も表示されていませんが、これを有効にするとランを押すとこんな感じで波形が表示されましたね。で、まあ当然ですけどもよくあるオシロスコープと同じように時間軸の長さをですね変えたりとか、そういったことも余裕でできますね。電圧の縦軸の調整であったり、そういったことも可能です。オシロスコープに表示されている波形ですが、先ほどシグナルジェネレーターから出力した波形とほぼ同じです。チャンネル1については制限波のピーク2ピークで 5V、 そしてチャンネル2の三角波についてはピーク2ピークで 10V の波形が綺麗に表示されていますね。この M2K のオシロスコープと、あとはベンチトップ型のオシロスコープで出力の波形がですねどのくらい違うかを実際に確認してみます。これは今振幅が 1V の制限波を入れていますけど、まあベンチトップ型も M2K の方も同じですね。まあ、なかなかいいと思いますよ。 M2K のシグナルジェネレーターの振幅をですねさらに小さくしてみます。例えば 50mV とかに設定してみますか。これは今振幅が 50mV の制限波をシグナルジェネレーターで発生させて、それを M2K とベンチトップのオシロで見ているわけですけども、問題なく見れていますね。ただシグナルジェネレーターの振幅の分解能がありますので、その成分で少し縦のギザギザが見えています。ベンチトップのオシロでも同じようにそのギザギザの成分というのが見れていますね。 M2K ですとかなり振幅の小さな信号までこういう風に見れます。こんな感じで振幅が小さい時でも十分オシロスコープは使えることが分かったんですけども、次は周波数を高くした場合を見てみます。今制限波の信号の周波数は 1kHz ですが、これをですね例えば 5MHz くらいにしておきますか。そうするとどうなるか、ちゃんと信号を読み取れますかね。制限波で周波数は 5MHz、 振幅は 0.1V ですが、このくらいになってくるとやっぱり結構きついですね。まあ、オシロスコープの方は結構綺麗に表示されていますけども、 M2K 側の方がですねだいぶオシロスコープ側の限界に近いかなというふうな感想です。時間軸をですねこれ以上拡大することはできないようです。時間軸は今1マス100ナノ秒です。周波数が高くても振幅が大きい場合は割といい感じですね。今これは振幅が 1V ですけども、ベンチトップトップ型もあと M2K の方もちゃんと信号波形出ていると思います。まあ、あとはシグナルジェネレーターの波形を制限波から、区形波に変えてみます。そうするとどうなるか、今 5MHz の区形波ですけども、M2K の方のオシロスコープだとやっぱ波形がねちょっと違ってきてますね。だいぶベンチトップ型だとそもそも区形波になってないですね。台形波といった方がまあ近いかもしれません。これは完全にシグナルジェネレーター側でもうこういった波形になってしまっているのだと思います。周波数をもうちょっと下げてみると、今 5MHz ですが 1MHz くらいになってくると、まあ、だいぶこっちでも使えるかなといった感じですね。 M2K の方でも波形は問題なく表示されていますし、あとはベンチトップ型だとどういう風に見えるか、ベンチトップ型と、まあ、ほとんど同じ波形になりますね。区形波の場合だと使えても、まあ、1MHz、2MHz、そのくらいの周波数が限界かなというふうな感想です。で、こちらのアナログデバイスの ADALM2000、まあ、通称 M2K と言うんですけども、これかなりやっぱいい製品だと思います。ですけども、今現在ですね、オシロスコープを例えば持っていたり、あとはファンクションジェネレーターを持っていたり、スペクトラムアナライザーを持っている人があえてこれを買う必要があるかと言われると、その必要はないんじゃないかと思います。ただそれも結構使い方次第によるなっていうのがありますね。例えばマイコンの開発なんかですとパソコンと一緒に作業することが多いと思います。マイコンをパソコンにつなぎながら
からデバッグをするかと思いますけども、それと一緒にこの M2K もパソコンにつないでマイコンとこれを使ってまあ同時にデバッグする、オシロスコープでいちいちつないだりとか、まあ、そういったことをやる必要がなくなると思いますので、なかなかこれはマイコンのデバッグとかにも役に立つんじゃないかと思います。まあ、そもそもですね、この製品がですねある程度教育機関向けであったり、まあ、あとはお金をあまり持っていないであろう学生をですね対象にされたものです。ですので測定器類であったりそういったものを何も持っていない人がですねまず最初の1台として買うのにはこれはかなりいい選択ではないかと思います。もちろんですねオシロスコープを持っている人とかにもまあぜひ使ってほしい機能があるんですけども、それは何かというとネットワークアナライザー機能です。個人的にはこの M2K のネットワークアナライザー機能がかなり強力だと思ったので、この後実際に実験してみます。次は学生実験の定番のオペアンプをやってみたいと思います。で、実はこの M2K1 台あればオペアンプの実験ができてしまいます。オシロスコープとシグナルジェネレーター、あとはプラスマイナス 5V の可変の電圧源がついています。まあ、ただ電流は 50mA までしか取れないので、まあオペアンプ1、2台、まあ、3台、4台くらいまでなら動かせるかなといった感じです。では実際に接続してやってみます。ここにプラスマイナス 5V の電源と、黄色の線はシグナルジェネレーター、オシロスコープのオレンジ色の線と、そしてグラウンドの黒を接続しています。オペアンプの簡単な反転増幅回路を作りました。オシロスコープの入力信号と出力の信号波形を見ていますけども、しっかりと反転増幅の波形になっています。180度位相がずれています。今、ゲインは1倍に設定していますので、入力の振幅と同じだけの振幅が反転した出力の信号が出てきています。でここでなんですけども、 M2K のまあ個人的には一番の目玉の機能だと思っているネットワークアナライザーを使ってみたいと思います。でこのオペアンプの増幅回路なんですけども、見方によっては4端子のネットワーク、まあ、そういった見方もできます。でこの M2K 本体とあとはソフトウェアのスコーピーを使って、この入力対出力のボード線像ですね書いてみたいと思います。どうなるか楽しみですね。でスコーピーのネットワークアナライザ機能を使うと、まあ、こんな感じで自動的にボード線図を書いていってくれています。で今回使用しているオペアンプなんですけども、そこまで高周波に対応したものではありません。 GB 積が 4MHz のオペアンプです。今回ゲインは1倍に設定していますので、 4MHz くらいまでならしっかりとオペアンプで増幅はできるわけですね。そろそろ 4MHz になりますか。上のオレンジ色がゲインで、下の青色の波形はいそうですね。だんだんとゲインが下がってきましたね。今だいたい 4MHz くらいのところになっていますが、ゲインはマイナス 3dB くらいになっています。まあ、どういうことかというと、ゲインが 0dB だと入力と出力の、まあ、振幅は同じですけども、マイナス 3dB になると出力の電圧は入力の 0.7 倍に減少しているわけですね。で位相については難しいので飛ばしてゲインだけに注目しますか。周波数が低い領域、これは 10kHz から始めていますが、その時はですねちゃんと入力波形と出力波形の振幅は一致しています。でだんだん周波数が上がってきて、ちょうどここら辺が 1MHz なんですけども、 1MHz に到達するとちょっとずつ下がってきていますね、ゲインが。でさらに周波数を高くしていくと、ちょうどこの部分から何かゲインが下がり始めています。で下がり始めて、でその後だいたい 8MHz くらいのところから、さらに折れがですね強くなっています。これを見てみると、このオペアンプはまあ、曲が2つありそうなオペアンプですね。こういうのがネットワークアナライザーの機能を使えば、まあ、すぐ分かるわけです。今ゲインは1倍でしたが、オペアンプに使っている抵抗を変えてゲインを10倍にしてみます。ゲインを変えるとですね、またこのボードセンズの様子がだいぶ変わってくるんですね。それを確認してみます。ゲイン1倍のボードセンズを一時保存して、でまたやるとこういうふうに比較しながらできるっていう、なかなかいいですね。ゲインが10倍なので 20dB のところからボードセンズが始まっています。で周波数が高くなってくると、先ほどと比べて
この折れ始める周波数がですね、少し低くなっていますね。でこれはオペアンプの GB 積によるものです。ゲインとバンド幅の掛け算は基本的に一定になります。このオペアンプのバンド幅は 4MHz です。ゲインが1倍の場合は 4MHz までしっかりと増幅ができますが、ゲインを10倍にした場合、GB 積は一定ですので 400kHz までしかゲイン10倍の増幅はできません。入力の周波数が 400kHz より高くなってくるとゲインはどんどん下がっていきます。でゲイン10倍のところを見てみると、だいたい周波数が 100kHz から 400kHz くらいのところからゲインが折れ始めています。でオペアンプの2つ目の曲のところは、これはあまり変わらないみたいですね。今はオペアンプでやったんですけど、他の4端子のネットワークだったら、例えばローパスフィルターなんかがありますね。でフィルター回路全般が4端子の回路であることが多いんですけども、ローパスフィルターのボード線図を書いてってくれるんですね。これ結構便利っていうか、ものすごい強力なツールだと思うんですけど、どうでしょうか。 9kHz をカットオフ周波数としたフィルターを作ったんですけども、だいたい特性合ってますね。ローパスフィルターの特性を測る学生実験とかで、出力電圧と入力電圧の位相差をこのオシロスコープで泣きながら測った、そういった半分苦行のような思い出もあります。位相差とあとは出力電圧の振幅ですね。オシロスコープの縦の振幅のビット数は8ビットなので、そこまで分解の高くない中、結構な苦労しながら頑張ってたわけなんですけども、M2K を使うとだいたい10秒くらいでボード線図が取得できると、これはなかなか便利です。非常に強力なんですよね、やっぱりこういったツールを使うと。こんな感じで ADALM2000、通称 M2K を皆さんにどんな感じで使えるかというのを紹介してきたわけですけども、実際に使ってみたいですって、そんな方に朗報です。ここで皆さんにプレゼント企画の案内があります。この動画の視聴者限定で M2K をプレゼントします。概要欄の方にアナログデバイスの公式ウェブページの応募フォームがあるので、そちらからぜひ応募してみてください。もし当選した人はですね、当選した時とか、あとは実際にプレゼントが家に届いた時とかに Twitter で写真付きでそのことをつぶやいたりすると、アナログデバイスの担当者は非常に喜びますし、もちろん一見も非常に喜びます。この機会に M2K を使って本格的な電子工作を始めてみませんか。販売価格はだいたい 2,3 万円でここまでのものが手に入るんですけども、中身がどうなっているか確認します。裏面を見てみると、アナログデバイスの部品だけじゃなくてマイクロンとザイリンクスの部品も使われているようですね。中身の基板はこんな感じです。基板のアナログインターフェースですね、そういったところはアナログデバイスの部品がメインで使われています。ここら辺にザイリンクス製の FPGA と、あとはマイクロンのメモリーですかね、そういったものが使われています。よく IC の値段とかを調べてみるとですね、ここら辺の IC 部品やっぱ結構そこそこ値段のするものを使っているんですね。このアナログインターフェースの部品であったり、結構いいものが使われていると思います。中に使われている部品ですが、1個数百円から数千円、 FPGA 部品については1個1万円くらいします。あまり詳しいことは分かりませんが、利益度外視で作っているのかもしれません。というわけで M2K をですね、いろいろいじってみたわけなんですけども、なかなかいいです。何も機材がない状態から始めるにはとてもいい選択肢だと思います。ただ普通のオシロスコープと違って、入力できる電圧がプラスマイナス 25V、その範囲内にあるというのは注意する必要があります。オシロスコープとかの機材を持っている人がこれを必要ないかというと、そうとも言えません。例えばマイコンの開発とかでパソコンを使いながらデバッグしますが、パソコンと M2K をつないで M2K で信号を見ながらデバッグするとか、そういったこともできるわけですね。そういった少し高度な使い方もできるので、マイコン開発の効率化とか、そういったこともできるんじゃないかと思います。で概要欄に使い方や、あとはどういった応用例があるとか、そういったのが詳しく載っているリンクを概要欄の方にまとめましたので、もし気になる人は購入を検討するときに、こんなことができるんだなぁくらいの感じで見てもらうといいかと思います。あとは学生実験とかにも使えそうなネタなので、教育機関に勤めている人はですね、ぜひチェックしてみてください。ちなみに高専大学とかそういった教育機関での使用実績もあります。気になる学生の人とかですね、指導教員とかにお願いすれば1個か2個ぐらい買ってもらえるんじゃないかなとか、そんなことも考えてますね。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。
T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。